今日はお待たせいたしました。今日は、下の息子さんと、一緒にやりますね。はい、マービーズになります。よろしくお願いします。イエーイ、食事の打ち合わせ中です。イエーイ、あの、なんか外にあの警察いっぱいいるんで皆さん気をつけて帰ります。僕は街外れのアトリエで売れない絵を描いて暮らしてる。君は行く前にあたりの女性
ちゃうもくにすっきり駆けつけても君はいない、君はいない、一人きり一人きりのことさ、地球の全部の人が君に君にいつもの声で呼ばれて振り返れば君の匂いだ、会えたって上手に返す、繰り返す歩きに足を眺めて抱えて落ちていく今日も、この感じを狙って遠くの街歩いている夢を見たように、愛のことなんか誰かに囁いてる、yeah.
お嬢様列車が遅れなんてで、なんか船岡たちのに街中にあの警察がうろうろして、なんかあの自転車に乗ってる中学生とか高校生を捕まえてたんで、俺は大人だから捕まんなかったけど、だめよ、もっと悪いやつを捕まえろ、ほんと。Thank you.
のさ。なんてったって僕の期待が最高なのさ。はい、ごめんなさい、バイクに着きました。
たいな。おい、スリータイム。僕たちみたいな。おい、セブンタイム。僕たちみたいな。おい、13たす5。僕たちみたいな。おい、7たす5。僕たちみたいな。安心した。おい、じゃあ最後に20点。僕たちみたいな。話の続きは。
ありがとうございました。これで、本日は尾崎酒場ボリューム32、バンドフェスタイサクラ祭りスピンオフ、ファーストステージの方を終わらせたいと思います。皆様最後までありがとうございました。まだねお店の方は行ってますんでね、どうぞ飲み物の方をねご注文よろしくお願いいたします。